皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber。 暑くなり虫が湧くようになってきた昨今、部屋に迷い込んだがは外に逃がすけど、血を吸いに来たかは容赦なく叩き潰す。倫理と生存競争はしっかり線引きするスタイル。ナンバーセブンこと7が電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報、ニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。60年未解明の猫のオレンジゲイ電子、ついに特定。ニケ猫はメスだらけ、チャトラはオスだらけの理由、完全解明。九州大学の研究チームは、動物の中で家猫種のみが一部の毛色において性別との強い相関性があるという事実について、性染色体の片割れである X 染色体の変異が毛色に関係しているとする、約60年以上前に提唱された有力な仮説がすでに周知されていながらも、その原因遺伝子は特定されておらず、具体的には未だ未解明であることに対して、複数の様々な毛色の猫の DNA を解析し、原因遺伝子の特定を試みました。その結果、オレンジ色の毛を持つ猫の X 染色体に共通する遺伝子変異が見られることを発見。さらなる多角的な分析を行ったところ、 ARH-GAT36 遺伝子が毛の色を決定しているということを特定しました。これにより従来の仮説が正しかったことが科学的に完全に証明され、ニケ猫はなぜメスばかりなのかといったような疑問も完全に説明されることとなりました。今回はとってもわかりやすいですね。そう、猫ちゃんです。遺伝子については真面目にやるとちょっと難しい話になりますが、難しくなりすぎない程度にさらっと解説していきますね。古代から我々人類と共生関係を築き、世界中のあらゆる人間の住む地域で見られる激化生物、猫。人間と一緒に生活している猫ちゃんにはいろんな品種の子がいますが、生物種的には基本的に全て同種であり、その起源はアフリカからヨーロッパにかけて広く分布して生息するリビアヤマネコという猫科の野生種であることが遺伝解析で分かっています。約1万年ほど前に人類の農耕が始まった頃、穀物を食い荒らすネズミなどの小動物を狙ってこのリビアヤマネコが人里に訪れるようになり、人間にとっては害獣を駆除してくれる都合の良い存在であり、あと多分激化だったので、そのまま居つかせたり飼育するなどして人類との共生関係が始まったと考えられます。そして人類に反依存する形で長い歴史を共に歩んだ結果、人工的な環境による交配も含め変異形質の自然淘汰が緩慢となり、さらに数とペースの両面で人間に比べて世代交代のスピードが格段に速いことも相まって、別種にも見えるが実は同種の現在の多品種の猫ちゃんバリエーションに至りました。そんな猫ちゃんたちですが、品種を問わず他の動物にはないある不思議な特徴があります。それは体毛の色と性別に一部非常に強い相関関係があることです。例えばニケ猫と呼ばれる3色の体毛が混在している猫ちゃんは、そのほとんどがメスであり、オスのミケ猫は非常に珍しい個体です。同様にチャトラと呼ばれるほぼ全身がオレンジ色の体毛に覆われた猫ちゃんは、そのほとんどがオスで、メスの個体は非常に珍しいという事実があります。この事実は古くから知られており、染色体の発見と遺伝学的理論が提唱された19世紀末から20世紀初頭の段階で、猫の性染色体と特定の毛色の遺伝子発現が関連しているということは予想されていました。そして今から約60年前の1961年、猫の X 染色体では本来は黒の毛色を発現させる遺伝子が変異により不活性化されることでオレンジ色の毛が発現するようになり、 XY 染色体であるオスはそれが起こった場合影響が強く出ることから、観察の観点ではオレンジの毛がベースの猫はオスである可能性が高くなり、 XX 染色体であるメスはどちらか片方に同様の変異が遺伝することでオレンジと黒の両方が発現することとなり、この場合結果的にメスばかりが観察されるという仮説が提唱されました。この仮説は実際の猫ちゃんの毛色の分布とよく合致しており、またオレンジの毛色は猫だけではなく人間を含む多くの動物に共通するのに、
猫だけに性別と関わりがあるということを遺伝学的にうまく説明できていました。そのためこの仮説はほぼ正しいと考えられ、生物学的に広く認知されていましたが、それから約60年経ってもオレンジの毛色を決める遺伝子は特定されておらず、未だ完全な証明までには至っていませんでした。そこで今回の研究チームは、まず様々な毛色の18匹の猫の DNA を解析し、オレンジ色の毛の形質発現が本当に X 染色体での遺伝子の不活性化によるものなのかを調べました。その結果、オレンジ色の毛を持つ猫の X 染色体には、ARH-GAP36 という遺伝子配列の範囲内で 5.1 キロベースの欠損が共通して見られるということが判明しました。これだけではまだ有効サンプル数があまりにも少ないため、さらに50匹の猫の DNA 解析と海外での研究データも参照したところ、オレンジ色の毛の発現の有無とこの塩基欠損の有無は完全に一致しており、間違いなくこれがオレンジ色の毛の発現の原因となっているということが分かりました。ARH-GAP36 遺伝子は猫に限らず人間も含めた多くの動物が共通して持つ遺伝子配列で、細胞内のシグナル伝達系を調節するためのタンパク質を合成する遺伝子です。最初は人間のゲノム解析で発見されており、皮膚疾患などの発生に関係することが分かっていましたが、今回の研究により猫の DNA においては先ほどの塩基欠損という変異があることで、メラニン色素の一つ黒色を発色する U メラニンが合成されず、代わりにオレンジ色のフェオメラニンが合成されるということが改めて分かったことになります。これにより猫以外の動物ではそもそもこの変異がないため、同様の突然変異でも起きない限りはこの遺伝子が体毛の色に影響を与えることはありませんが、猫においては X 染色体上でのみこの変異が代々遺伝するため、 XY 染色体であるオスは変異した X 染色体があった場合オレンジ色の毛がベースとなり、 XX 染色体であるメスは先性遺伝の関係で両方ともに変異があった場合、もともと毛色の発現のみに関わる遺伝子ではないことから生命維持に支障をきたす可能性が高く、結果的にどちらか片方の X 染色体が変異した状態でのみ体の一部でオレンジ色の毛が発現した個体だけが残る確率が高くなります。つまり全身オレンジ系の体毛の猫は基本オスだけ、オレンジ系と黒が混在する体毛の猫は基本メスだけということになるわけですね。この結果は前述の猫の X 染色体での遺伝子の不活性化がオレンジ色を発現させるという仮説を完全に裏付けるものであり、これにて長年の謎は完全解明されたことになります。なお猫ちゃんにはアルビノとは別に白の毛色も通常の発現形質としてありますが、白の毛色の遺伝子は性染色体ではなく上染色体にあるため性別には関係しません。つまり猫ちゃんはオレンジ、黒、白とその混合が毛色のバリエーションとなりますが、白と黒とその混合では性別に偏りはなく、オレンジと白の混合はオレンジの割合が多いほどオスに偏り、オレンジ、黒、白の3色の混合はメスだけということになります。昆虫や鳥類などでは体色によって性別が異なることはよくありますが、哺乳類でしかも一部の色だけで性別の偏りがあるというとても奇妙に思えるこの現象も、このような遺伝的な要因で説明されるととてもしっくりきますね。ちなみに今回の九州大学の研究では解剖などの猫を犠牲にする実験は行わず、獣医学でのデータなどを活用して研究成果の信憑性を担保したようです。落ち着いてください、猫ちゃんは無事です。ところでこの研究とほぼ同じ研究がアメリカのスタンフォード大学でも同時に行われていました。これは共同研究ではなくそれぞれ独立の研究だったのですが、九州大学側は以前よりこのことを知っており、この割とニッチなテーマを同じく研究するチームがあることに親近感を覚えたため、先に発表段階に至ったものの、相手もほぼ同じ結論に至っていることを知り、その旨を打診して、全く同じ日に論文を同時発表するという経緯となりました。研究テーマも経緯もとってもほっこりしますね。そんなわけで、スタンフォード大側の別視点のユニークな研究も解説しましょう。スタンフォード大側も、ARH-GAP36 の不活性化が猫のオレンジ毛の原因という結論については当然全く同じです。
しかし、色素変性についてだけではなく、その塩基欠損による猫の個体としての特性との関連性についても調べていました。先ほども述べた通り、ARH-GAT36 の変性は人間では皮膚疾患を引き起こしたりします。なので、毛色以外にも他の猫とは違う何かしらの形質が、オレンジ毛ベースの猫に発現している可能性は十分考えられます。日本では一般的に、チャトラは人懐っこくおっとりした性格だと言われることが多く、欧米ではそれがアホの子だと認識されることが多いようです。これを鑑みて、オレンジ毛ベースの猫と、そうでない猫の脳活性を調べたところ、特に優位な差異は見られず、性格に明確な差が出るということは認められませんでした。しかし、これはまだ明確にはされていませんが、ARH-GAT36 は、動物種共通で興奮を司る神経細胞で働くことは確実なことであるため、交感神経系がある程度抑制されることにより、攻撃性や逃避性が抑えられる方向に傾きやすい、ということはかなり現実的にあり得るようです。気まぐれな猫ちゃんに振り回されることを楽しむのも悪くありませんが、より甘えられても振る機会を多くしたいという方は、チャトラちゃんとお近づきになるのがいいかもしれませんね。あなたはどんなタイプの猫ちゃんが好きですか？ぜひコメント欄にその列状を書き殴って言ってくださいね。なお、私はどちらかというと犬派です。今回の研究論文は、現在、カレントバイオロジー誌においてオープンアクセスとなっています。どなたでもご覧になれますので、より詳しく知りたい方はぜひアクセスしてみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。この動画は、我が国における科学知識の一般理解及び、科学知識のエンタメ活用を推進する、プロジェクト PSN ほとばしる科学講座と、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。